はい、皆さんこんにちは。今回はこの植物何ですか？花が咲いてきましたよ。スパティちゃんです。1ヶ月ほど前にですね、スパティの花の咲かせ方皆さんにレクチャーしました。どういうことでした？そうです、何もしなくていいんです。根詰まりをさせると花が咲きやすくなります。こんな視聴者の言葉にね、僕賛同して、そういえば僕は何もやっていない、確かに根詰まりをしているけど花が毎回毎回満開になるんです、こういうことを言いましたよね。あれから1ヶ月、見てください、花が咲いてきました。何もしていません。じゃん、こちらも見てください。はい、まだまだね、たくさん咲いてくるんですけど、もうつぼみがたくさんついてきました。はい、もうね、ここ全部真っ白になるような感じでね、花が咲いてきますよ。で、今ね、皆さんに見せていないと、この子たち花が咲いたらですね、もうすぐ出番がやってきます。いろんなところにお手入れをして貸し出していなくなってきちゃうんでね、花が咲いている間にね、皆さんに根詰まりをさせていると花が咲きやすくなる、これ本当だったということをですね、お知らせしないといけないので、皆さん見せておきます。こんな雑な育て方だけど、お花をですね、咲かせることができるんです。いろんな栄養剤やね、植え替えをしたり土を変えたり、花を一生懸命咲かせようとしている人たちからするとめっちゃショックなことかもしれませんが、そうなんです。何もしなくてもこんな感じで花を咲かせることはね、できるんです。そして僕はね、このハウスの中だから花が咲くんじゃないですかとね、思っている方たちいると思いますが、コミュニティ、そう、この視聴者の方たちにはですね、同じことをやってお花を咲かせている人たちが結構いるみたいなんです。なのでですね、皆さんのお家でもね、花咲かせることができます。ぜひですね、放置です。ね、しっかり根をパンパンに張らせてみて、やっちゃってみてください。こういうことを言うとですね、ちゃんと作って生産されている方にはですね、申し訳ないかもしれません。本当の咲かせ方っていうのは本当はあるのかもしれませんけど、僕はですね、ズボラ何もしません。ここスパティ百何十鉢多分あると思うんですけど、植え替えなんかほぼしていません。植え替えしても3年5年とですね、放置なんで根詰まりしています。でもね、いろんなところでほらね、咲いてるでしょ、ね、こっちも咲いてる、あそこも咲いてる、ね、スパティどん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 花見をねつけてくれるんです。はい、ということで皆さん、お手入れはしてですね、植え替えはせずに葉っぱカットね、こういう黄色い葉っぱだけをね取ってお手入れをして、花が咲くときにはですね、綺麗な状態にしてあげてください。なんとなく皆さん綺麗になっていると思いませんか？そうです。あのおじいちゃんがスパティのお手入れを全部やってくれているんです。こういうのね、めちゃくちゃ上手なんですよ。そして花を手入れしてくれます。そして花を咲かせてくれます。葉っぱをね、カットするぐらいのお手入れは大事かもしれません。そして栄養剤をですね、ちょっとやってあげれば、この黄色い葉っぱもね、濃い緑になるんだと思います。これはまた別の方法なので、花を咲かせる方法とはね、また違う方法と考えてください。この辺ちょっと僕詳しくありませんが、そうだな、石灰撒いとけばなっちゃうのかな。耐陰性があるからですね、割と暗いところに置いておくと、葉っぱの方、緑に濃ゆくなってくれるんじゃないかなとも思います。これ定かじゃありませんけど、皆さんぜひね、試されてみてください。ホテルに置いているスパティはですね、葉っぱが濃ゆくて花も咲きます。そういうところからね、こういう考えが出てくるんですけど、はい、ということでですね、もう今の時期どん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 スパティ花が咲き始めたので、皆さんにお知らせしようと思ってお見せしました。ぜひ根詰まりさせて咲かせてみてください。まあ邪道なやり方かもしれませんけど、こういう風なやり方もあるということです。じゃあ今回はこんなところで、バイバイ。